おはようございます。こんにちは。こんばんは。グッチマンです。というわけでですね、今日はですね、まあ、すげえくだらない感じなんですけど、なんかちょっと挑戦してみたくなっちゃったんで、まあ、今回はタオキですね。まあ、タオキ、演武。インディンは、まあ、いてもいなくてもいいんですけど、初動を早めるためにインディンを入れてるんですけど、108ポンド砲をね、ちょっと打っていきたいかなと思います。はい、そしてそもそも何をするのかっていう話なんですけど、このイベントの合金鍛造ですね。ここでですね、ステージ6です。ここの共鳴解放を発動後8秒間恩返しスキルのクールタイムが 100% 軽減するというものを使ってね、亀さんですね、亀さんのエコースキル、除夜の鐘じゃないですけど、まあ除夜の鐘、まあ鐘みたいなものを使って、まあ、108回ね鐘を鳴らせるか、そしてまあダメージをね限りなく高めてスコアも伸ばしていこうという動画になります。なのでね、まあ、気になる方は最後まで見ていただけたらなと思うんですけど、まあ用意するものを先に紹介していきます。で、用意するものといっても基本的にはね、結構多分無課金とかだときついかなとは思うんですけど、いずれできるかもしれませんし、まあ108回鐘を打つことそのものはね可能になってるんで、まあもし気になった人はやってみてはいかがでしょうか。ということで、まずタオが4凸が必要になってきます。まあ、これはあくまでも1万ダメージ、まあ1万を超えるダメージをできれば与えたいという感じの俺の完全なね自己満足に過ぎないんで、一応その説明も簡単にしていこうかなって話です。で、防御力が 50% アップ、銃撃後手有利が発動されると HP25% 回復し、防御力が 50% アップ、これもね使っていくことになります。そして演武の貫突のまあ、共鳴スキル、雷のくさびの範囲内にいる味方全員の防御力が 32% アップ。ここら辺も使っていきます。そしてなんといっても、鐘ですね。鐘を鳴らすためには、亀さんが必要になってくるわけなんですけど、メインステータスはどれでもいいです。まあ、一応育ててるというか、できるだけ防御は上げたいんで、防御が上がっている亀さんを連れていこうとすると、まあ、これになります。まあ、HP 回復効果アップになってるんだけど、防御力アップ、の実数値と防御力 11.8% これがついてるっていうことだけで連れていきます。ハーモニー効果とかも ほぼあでも無視してるけど一応2についてんだね。まあ、基本は共鳴効果も無視していくスタンスでございます。で、これで何をやっていくかというと、この6ステージですね。このステージに、まあ、このパーティーでね、ちょっと行っていこうかなと思います。タオキの演武のインディンと、これで行きます。まずここのステージの特徴なんですけど、共鳴解放スキルを打っていくと、その後このカメさんがね連続で、まあ、クールタイム 100% 軽減なんで無限に打てると、この鐘を100回鳴らすと同時に、まあ、ダメージ1万超えを目指していくと。で、 DPS そのものも悪くないんで、で、こういうイベント系ってこういうギミックが結構あったりするんで、まあ、こういうねくだらないことも今後役に立ってくるかもしれないんでね、一応頭に入れとくと損にならないかもしれないですね。というわけで本番やっていきたいと思います。その前に1万ダメージ、このカメさんの、まあ、恩返しスキルで1万ダメージを出していく過程をちょっと簡単に説明していきます。まず演武でこの普通のスキルですね、スキルを打つとこの中にいる限り防御力が 32% アップしていくというものがあります。そして、タオキにチェンジして共鳴解放を打ってカメさんを連打していくわけなんですが、まあ、変装スキルで登場したり、で、とりあえず共鳴スキルを打つと 15% アップというスキルの方もタオキにはあります。それはねちょっと自分で覚えさせないといけないんですけど、あのスキルのねレベルアップの画面でパッシブとして、ラブと能力が解放されるという感じになってるんですけども、で、共鳴スキルを打った瞬間に敵の攻撃が入るとそれがカウンターに変わり、カウンターに変わった瞬間後手有利というモードみたいな感じに入っていくんですね。で、後手有利の状態で通常攻撃をすると5の線という通常攻撃強化状態に入るという感じになってて、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、結論、まあ、防御を盛りまくるよと、まあ、演武の方でこれで持って変装スキル変わりました、で、共鳴スキルを使います、 15% 防御アップ、その時にカウンターも発動させることによって5秒間だけではあるんですけど 50% アップって感じで、まあ、トータルね 100% ぐらいアップするかなと。で、 100% アップした状態でこのカメさん自身の防御力依存のダメージになってます。なのでタオキで防御力をできる限り上げて、このカメさんでマンダメも狙っていきながら108ポンド砲、まあ108回ねちょっと
打っていこうかなと思います。はい、というわけで挑戦していきたいと思うんですけど、初めの方はとにかく鐘を鳴らしまくる、共鳴解放が溜まったやつから共鳴解放を使ってって、このステージでは1回使うごとにダメージが 20% 上がりますよ、でそのスタックが15回ありますよ、トータル 300% ぐらい上がりますよみたいな話なんですけど、そのスタックをさっさと貯めるために鐘をガンガン使っていきます。そして最後の方になったら、まあ、演武とかを使ってちょっとマンダメージを鐘で出せるかどうかのチャレンジをねやっていきたいと思います。で、はい、これいきなり共鳴解放ぶっ放していって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 でまた共鳴解放、13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,20、はい、ここ24かな今、25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,10ね。で、共鳴解放また使っていく。50,51,52,53,54,55,56,57,80,71,72,79,90,91,92,93,94,95,96,97,89,80,81,92,93,94,95,96,97,89,80,81,92,93,94,95,96,97,89,90,9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 1,92,93,94,95,96,97,89,
締める。9、やべ、いくつだったか忘れたわ。90、100、101、102、103、104、106、107、108、108、ポンド。いや、まあまあまあ、これはいけたと言っても過言ではないから、あとはマンダメージ、マンダメージを出したいんだけど、ここで雷のくさび打ってちょっと、はい、ここで変装スキル、はいはい、ちょっと早く打って、はいはい、これでなったか、行って、ちょっと待て、うわー、あ、ベストスコア出てる。で、とりあえずまあちょっと数がね、途中何回か数え間違いとかあったかもしんないけど、まあ結構余裕でね、108ポンド砲はとりあえず完了したかなと。あとマンダメなんで、マンダメちょっともう一回チャレンジするか。はい、ということで、まずスタック15回貯めて、で、その後演武でくさびやって、まあいいや、説明はいいわ。説明はいいわ。とりあえずスタックを15回貯めなきゃいけないんで、15回分、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。で、もう一回打って、まあ、これでとりあえずスタックはもうマックスいったかな。はいはい、とりあえずこれで OK で、この次からちょっと打ってくかな。アスリキスだ。あー、ちょっと変装スキルを貯めないといけないのがちょっときついが、えっ、エンブ死んだー。はい、で、スタックが溜まった状態になります。このステージ特有の15スタックが溜まった状態になっています。なので、とりあえずくさび打つ、タオキ登場、5、うわー、ちょっと待って、5の5手有利。打ち砕け。おお、1万いった、1万はいったけど、結構なんかめちゃくちゃな感じになったけど、ギリギリだったね。マジで共鳴スキルの 15% アップと、4凸のタオキの 50% アップ、そして演武の 32% アップ、その全てを足してようやく1132が見えたかな。
って感じなんで、ちょっとね戦闘に集中しちゃって説明がおろそかになっちゃったんで、まあ、補足として今伝えたんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、全部の状態を含めれば、なんとか倒すことが、あ、いやいや、1万ダメ出すことができたということになりました。はい、というわけでまたね、最後ちょっと防御力、ステータスの方をちょっとおさらいでね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、今3110ですね、防御力が。で、まあ、素の値が1187で1923プラスされて、まあ、この状態なんで、まあ、炎武はね、レベルめちゃくちゃ低いですけど、レベル関係ないんでね。だから結構ね、1万ダメ出すの結構きつかったっすね。ここら辺も、厳選とかしてる状態じゃないですけど、まあ、一応防御力、まあ、ここ消滅ダメージアップですけど、防御力、防御力と。まあ、3つね、防御力やって、まあ、レベルもそれなりに上げててって感じで、ここも防御力と防御力パーセンテージ。まあ、もちろんこっちの方も防御力パーセンテージついてて、で、こっちも防御力の実数値と防御力パーセンテージ。もうとにかく、あ、これ何もついてない。これ何もついてないけど、まあ防御力のメインステを、入れた構成になっております。はい、というわけで、めちゃくちゃくだらない動画だったとは思うんですけど、いつか役に立つ時が来るかもしれないという感じでした。それではまた。